ところが今ですね、ある意味では魔法があるように勘違いしている人たちがいるんですよね。立派な輪転機が日本にはあると。この輪転機をぐるぐると回して印刷する機械の1万円札をすればいいと、うん、ガンガンと札をすればと、札が回ると、うん、これは経済の調子が良くなると。しかしこれはですね、やっぱりマルクス経済学が退庁しちゃったから、こういう議論平気で通っちゃうと思うんですよね、うん、それは実質賃金というものを切り下げて名目賃金をインフレによって上げるっていう、もう昔一昔前までマルクス経済学の影響が強いとか、うん、みんな一言であそういう政策ねと、うん、まやかしねと。だから 10% 賃金が上がっても物価が 20% 上がれば実質の賃金下がっちゃうわけですからね、うんうん、まあまあそういうふうにしてとりあえずごまかそうかと、こんなところを考えてるんじゃないかと、うんうん、しかしね、こういった時には騙されてもいいからとにかくいい話聞きたいと、こういうような感じになっちゃう危険性あるんですよね。まあいい話なのがね、まあね、うん、だけどそれだと、まあ、騙されてるわけだから、はい、どっかにつけ回ってきますよね、はい、これはその騙された結果どの辺に最終的にはそのつけ回ってきますか。いろんなつけの回し方があるんですけどね、うん、要するに来年払う、再来年払うっていう形のツケの回し方もあるし、うん、他のやつのポケットにスッと請求書だけ入れとくと、うん、こういうようなやり方もある、うん、ですからちょっと整理して言うと、他のやつのポケットに入れるっていうのは帝国主義ってやり方なんです、うん、へー。ですからで日本で今起きてることっていうのを日本のことだけで見るとよく分かんなくなっちゃう、はい、これをですね、近代の民主主義社会における政治の大きな変動っていうのは必ず経済と絡んで行う起きるんですよ、うん、だから例えばこの前選挙あった、はい、我々は我々の代表を通じて政治を行ってますよね、うん、そうすると選挙で代表を選んだと、うん、私たち普通の国民は何するんですか。政治は実は何もやらないんです、うん、任せちゃうんです、うんうんうん、それで我々何するかって言ったら欲望追求するんです。主として経済活動、そして文化活動。だからそういったことができるように戦争とか起こさないでくれと、うん、あるいは泥棒とかが闊歩しているようなことをやらないでくれというふうにやるのが政治の機能と。裏返して言うと、右肩上がりで経済が良ければどんな変なやつが政治やったって関係ないんですよ、うん、ところが経済が悪くなると政治の力によって何とかしてくれってことになる、うん、ところが一人の人間で考えてみて政治にかける時間が長くなれば、それ以外の働く時間って減るわけですよね、うん、だからリスナーの皆さんに怒られちゃうかもしれないけども、みんなが例えば脱原発デモにで官邸の前に行くようになったら、これ産業麻痺しちゃうわけですよ。そしたら経済悪くなるに決まってるわけですよ。そうするとその時にどういうようなことを考えるかっていうと、1789年のフランス革命の例に似てくると僕は思うんです、うんうん、パンよこせって始まると。パンよこせってのは経済よくしろっていうことですよね。それ最初に権力を取るのはジロンド党という人たち、うん、この人たちは再分配するんです。王様や貴族や教会が持っていた財産を民主党がやった事業仕分け、埋蔵金見つけてくる、そして子供手当、それから国庫無償化なんていうのはすごくジロンド的なんですよ。しかしすぐにこれは財源の壁と、それから非常事態に対応できない、うん、要するに第一次退屈同盟っていうのがあって、周辺のオーストリアとかドイツ、プロシアですね、そういうとこ攻めてくるんですよ。それに対応できないとさあちゃーっていうことになると、日本の場合は財源の壁と、あと3.11、うん、もう一昨年になりますよね、東日本大震災の非常事態に対応できなかった、はい、それでフランスでその次に出てきたのはジャコバン派。これ公共をすごく重視するんです。新しい公共とかすごい強調されたじゃないですか。それからあと物価上限令みたいな形で緊縮財政をやると。それ国民に個人の利益よりも公が重要だ、国家のために頑張れということを言うと、うん、しかしそんなことだったらもうみんな疲れちゃうんですよ。それで最後に出てくるのは誰か英雄が出てきてこの状況を改善してくれないかと、うんうんうん、ナポレオンが出てくる。ナポレオンはいいですよと、国内ではそこそこ自由認めるし、そんな一生懸命働かないでもいいよと、外から取ってくるからと、こういう形で推移してきたと。日本でもどうもそういう感じと似てるような感じがするんですよね。そうですね。それが誰かのポケットに入れちゃうパターンね。今そうですそうです。つけ回しを、つけ回しを、うんうん、まあ、外国のポケットに押し付けちゃうっていうことですよね、うん、今の話はね、うんうんうん。